にわたる悪鬼ゴーマとの戦いは今宵終焉を迎えよう。神の大地にあふれし不浄なるゴーマを征服すべし、一瞬の輝き、それは美の体現である、芸術の発露。
なかなか楽できる戦況じゃん。まあいつものこと言えことさら沙汰いらずじゃが、これは心外。我は滅びという美の前ではいついかなる時も紳士であることをお忘れか。我が策は番手先まで見通す千里の目よ。戦地に赴くは我が質にあらず。相変わらず口の減らぬ者どもよ。デウス様、我が直属護衛衆も前線へ。時の安寧を得るためだけで戦いに意味などない。は？いくら王侯ブラフマーストラを放った。ブラフマーストラ？しかし、アレーの重点は未だ過剰にございます。現状では、本来の法力は発揮できませんでしょうな。この滞った淀みを打ち破った一石を投じれば、世界のすべて。ブラフマーストラの奏でる破壊の旋律、ぜひとも聞かせていただこうか。デウス様の御心のままに。ブラフマーストラをもって積年の艦隊を打ち破る攻防とせよ。なぜこのような請求な攻撃を。良いではないか。突破口が開かれたわ。おのおの方、あれを召喚あれ。
ミスラ様か。どうした？仕留めきれなかった。ブリトラを仕留めるなどできはせぬ。無事沈められたことを喜ぶべきだ。これまで以上の犠牲は出たが、しばらくは現れまい。今休め。ゴーマー・ブリトラ、アスラ様により鎮圧。三尊のゴーマどもを浄化せよ。我らが八神将に腐敗の力を、神国に永遠の光明を。Thank you.
娘にしてミコタル、ミスラの力を借り、ブリトラの撃退に成功した秦国軍。だが、束の間訪れた平穏の陰では、秦国を揺るがす陰謀の糸が、すでに張り巡らされていた。